国テキサス州ブラウンズビル出身の小説家、SF 作家、ジャーナリスト。1980年代を席巻したサイバーパンク運動でウィリアム・ギブスンと並んで中心的役割を果たした。その後も SF 界の代表的な作家として活躍。セルビア人作家のジャスミナ・テサノビッチと結婚。現在ベオグラード在住である。子供時代には父親の仕事の関係で、 インドなど国外で多く過ごす。テキサス大学入学後、オースティンの SF ファンダムを通じて、創作講座、ターキーシティに参加。ここで、ハーラン・エリスンに見出され、アンソロジー、最後の危険なビジョンに短編を買われて、プロ作家デビューする。1977年、第一長編、ゴミクジラの海を、ハーラン・エリスン・ディスカバリーズの一作として発表。 その後若手作家のリュディラッカー、ジョン・シャーリー、ギブスンらとの交流が始まり、サイバーパンク運動の中心人物となる。1982年に短編、ス・スパイダー・ローズを発表。それぞれネビューラ賞、ヒューゴー賞、ヒューゴー賞候補となり、注目を集め、これが、機械主義者、工作者シリーズとなった。1985年、シリーズ長編。 スキズマトリックスを発表し、人気作家としての地位を固める。1980年代後半からは、サイバーパンクの枠をさらにグローバルに広げた作品、我らが神経チェルノブイリ、哀れみ深くデジタルなる長編、ネットの中の島々などを発表。1992年には、実際に1990年に起きた、ハッカー一世取り締まりの天末を追った、ノンフィクション。 ハッカーを終え、を発表し、ベストセラーとなる。1997年、短編、自転車修理人で、9号賞受賞。1999年、短編、タクラマカンで、9号賞、ローカス賞受賞。この2作は、ディープエリと共に、チャタヌーが3部作と呼ばれる。新日課として知られ、SF マガジン誌も購読しており、年月号に、 書き下ろし短編、江戸の花を、1997年1月号に、未来の日本社会を扱いローカス賞を受賞した SF 短編、招き猫も書いている。1996年に、幕張新都心で開かれたワールド PC エキスポで、サイバーワールドの光と影と題して講演。サンディーザサンセッツのファンでもある。他短編、エッセイ他。ありがとうございます。